ビンス・フォスター・スケッチ。ビンス・フォスターはアメリカ合衆国の弁護士。後に、クリントン政権の大統領自席法律顧問。アーカンソー州ホープで生まれ育つ。ビル・クリントン前大統領が4歳まで過ごした祖父母の家の裏庭がビンスの家の裏庭と隣り合わせていて、二人は幼馴染みだった。アーカンソー大学で学んだビンスはアーカンソー州弁護士試験に、 トップで合格し、後に、ヒラリー・クリントンが働くことになる、アーカンソー州、リトルロックのローズ法律事務所に入りパートナーとなった。ビルの政治活動の支持者であり、また、ヒラリーの親友だった。1993年クリントン政権の大統領、自席法律顧問に任命されるが、同年バージニア州のフォートマーシー公園で、コルト銃を手に死んでいるところが発見された。 その後、ビンスの死んだ番、上司で大統領法律顧問のナスバウムが、リトルロック時代のビルとヒラリーの弁護士を務めていた、ビンスが保有していたホワイトウォーターに関連のあるファイルをビンスのオフィスから持ち出していたことが分かったため、ホワイトウォーター疑惑の隠蔽のために殺されたのではという噂が流れた。ありがとうございます。